2019年までアイドルグループゆるねるも、に在籍していたあのちゃん。2020年からはソロアーティスト、バラエティ番組などでも活躍していますね。可愛いと女性ファンも多いあのちゃんですが、髪型がいつもとっても可愛いです。髪型オーダー方法や、どのような髪型をしているのか気になるところです。そこであのちゃんの髪型オーダー方法、ショートボブからオメガウルフ、姫カットについてまで、詳しくお伝えしていきます。あのちゃんのプロフィール、愛称、あのちゃん、本名、清水彩乃、生年月日、1997年、平成9年、9月4日。身長、166センチメートル。出身地、千葉県柏市。最終学歴、柏日体高校、現日本体育大学柏高校、中退。所属事務所、トイズファクトリー。特技、あのちゃんの髪型オーダー方法、ショートボブ、オメガウルフを紹介。あのちゃんの姫カットが可愛い。あのちゃんの前髪は短すぎず長すぎない。あのちゃんのロングエア。あのちゃんの髪型オーダー方法、ショートボブ、オメガウルフを紹介。あのちゃんといえば、髪型の可愛さでも大きな話題になっていますね。同じ髪型にしたいという声をよく耳にしますし、憧れている方もとても多いと思います。では、あのちゃんの髪型オーダー方法を、髪型別にご紹介していきます。あのちゃんの髪型といえば、一番に、ショートボブ、オメガウルフ、であると言えますね。この写真は、アニメ、チェンソーマンのキャラクターである、ポチタを意識した服装と、髪型です。ショートボブで、ウルフカットのマッシュヘアを披露し、ファンからは大好評でした。この、ショートボブ、オメガウルフ、ヘアのオーダー方法を紹介します。髪色とツヤがポイント。まず髪色は、黒色です。あのちゃんは大体染めておらず、黒髪のまま髪型を楽しんでいますね。そして重ためのショートボブで、前髪は目の上ギリギリでカットします。両サイドの髪は長めに残しておいて、毛先は少し内側にカールさせます。そして髪のツヤが重要です。あのちゃんはいつも髪にツヤがしっかりと出ていて、髪が傷んでいる印象が全くありませんね。ツヤ出しのスプレーなどを使用して、しっかりと髪にツヤを出してあげましょう。髪を内側に少しカールさせることで、落ち着いたウルフヘアを表現することができます。カールは美容院ではなく、毎朝自宅でヘアアイロンを使ってセットするだけでも変わりますよね。重ためでも軽さを忘れずに、また重ためのショートボブなのですが、そこまで重たさを感じさせないのも魅力です。サイドも少しカットして軽さを出し、毛先も少しだけカットして軽さを出しているからでしょう。あのちゃんの時期によって髪型が変化しますが、いつも綺麗なショートボブを維持されています。美容院でのカットだけでなく、自宅でのセットも徹底されているのではないでしょうか。また髪を結ぶこともあり、とっても可愛いですよね。これだけ短い髪でも、結ぶことができるのが意外です。後ろの髪は、本当に短くカットされていることもわかりますね。ショートボブでも結ぶことでヘアアレンジができるのも、この髪型の魅力と言えるでしょう。あのちゃんの姫カットが可愛い。あのちゃんといえば、姫カットをしていることでも有名です。そもそも姫カットとは、どういった髪型なのでしょうか。あのちゃんは、顔周りに姫カットと呼ばれる髪を施しています。姫カットとは顔周りの髪をパッツンに切っていることで、昔の日本の伝統的な女性の髪型をイメージしています。耳のあたりで髪をパッツンに切っていることで、お姫様っぽさを表現しているんですね。あのちゃんもこの姫カットを採用していることが多く、同じ髪型にしたい場合は姫カットをオーダーしてみましょう。
この効果も抜群で、顔を小さく見せたいという方にも非常におすすめですよ。意外とどんなファッションにも合う髪型なので、少し人と違った髪型がしたいという場合にもおすすめです。あのちゃんはいつも姫カットをしているわけではなく、時期によってサイドの髪の長さや重たさも変えています。くっきりと姫カットとしてパッツンに切っている時もあれば、さりげなくサイドに姫カットを残しているだけの時もあります。姫カットがあるかないかで大きく印象が変わり、そのカットの仕方でも印象を変えることができますね。髪型に少し飽きてきたなと思ったら、姫カットを重ためにしたり軽めにしたりすることで、印象を変えてみましょう。あのちゃんの前髪は短すぎず長すぎない。ではあのちゃんの前髪にも注目してみましょう。ボブヘアにどうしても意識が向きますが、前髪も見ていきたいですね。あのちゃんの前髪は、あまり短くありません。むしろ目の上ギリギリでカットされていることが多く、いつもバランスを保たれていますね。これはおそらくショートボブ、姫カット、前髪の位置がうまくバランスをとっているのだと思います。基本的にストレートヘアなので、前髪と毛先がスッと流れるような髪型です。前髪の位置も、長すぎず短すぎないように日々調整されているのではないでしょうか。こちらは、割と短い前髪の時期ですね。ですが眉毛は出ないくらいの長さで、可愛らしさが演出されています。時期によって変化はありますが、前髪はあまり短すぎず長すぎない、というのがポイントなのではないでしょうか。あのちゃんのロングヘア。あのちゃんはショートヘアのイメージが強いですが、ロングヘアだった時期はあるのでしょうか。調べてみると、ロングヘアにしていた写真がありました。こちらはおそらく、アイドルグループゆるめるもに在籍していた時期の写真かと思います。本当にあのちゃんなのか自信がなくなりますが、表情を見ると今と同じですね。2018年頃は、ロングヘアにしていた時期があることがわかりました。ですがこれは地毛ではなく、おそらくエクステです。この2018年頃は短い髪の時期と長い時期が混在しているので、その時によって髪の長さを変えていたのだと思います。ただ2023年近辺では、ほとんどショートヘアでロングヘアにされていないようです。テレビでもショートボブの印象が強く、あのちゃんのトレードマークのようになっていますね。インスタには可愛い髪型がたくさん掲載されているので、ぜひ参考にしてみてください。